数々の記憶に残るプレーを通しながら今シーズンをもって現役引退を決意した久保山義樹選手、皆様にご挨拶をさせていただきます。また友人、今まで自分を育ててくれた両親、そして一番身近で支えてくれた妻と二人の娘、この場を借りて感謝したいと思います。何よりサポーターの皆さん、99年に移籍して今までずっと温かい声援をしていただき本当にありがとうございます。自分はオレンジ色に染まるこの日本平の雰囲気がとても大好きでした。だから、今こうしてこの場で皆さんに挨拶できることを本当に幸せと思います。とは言いましても、まだ勝ちません。天皇杯が残っていますので、残っているのになんか締めっぽいな。近い将来、残された選手たちが、優勝という目標を達成してくれると信じています。今まで本当にありがとうございました。